どん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 、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。今回はですね、仲良しのお友達、高田にドッキリ仕掛けてみた。たくあんボーイ初のドッキリチャレンジでございます。どんなドッキリを仕掛けるのかと言いますと、今日ですね、あと30分後ぐらいにうちに高田来るんですけど、まあ、今回は、YouTube で一本動画を撮りたいから、手伝ってくださいっていうことで依頼してるので、あと30分ぐらいにしたらうちに来るんですよ。なので、その来た瞬間に、扉開けた瞬間に、こちらのパイ投げをぶつけてみたいと思います。顔面にパイがぶっちゃ、突然の出来事ですごいリアクションが取れると思いますので、楽しみにしておいてください。それでは早速ですが、時間もないので準備していきたいと思います。よいしょ。さあ、パイ投げ自体もね、初めてなんですけど、どんな感じなのかわかんないですけど、この紙にこれです、これです、これがパイ投げのホイップがここに入っているので、これをね、よく振るんですって。よく振って、これをですよ、顔面にぶつけてやりたいと思います。はい、じゃあここが僕の家の玄関になるんですけど、高田はですね、この扉から入ってきますので、こういうことですね。こう来た時にボン、こう来た瞬間ボン。こう来てこう、練習バッチリです。あとはあいつが来るのを待つのみ。 Wait, 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 wait、待つことが得意です、僕は。もうあと10分ぐらいで来るそうなので、待ち構えたいと思います。なんで入ってきたの普通に。トントントンで来ると思ったもん俺。え、どういうこと。いや、こっちのセリフ何なん。ほんまに意味わからん。ちょっと一旦待って、落ち着こう。俺どうしたらいい。一旦じゃあ、一旦これだけ撮ろう。はい、ドッキリ大成功。鍵まずあります、まあ、マスクあったかーか、あとマスクあったかーだ。あ、そう、トントンってしてくると思って、そう、トントンガチャのポンだった。あー、そういうことね。
そのタイミング的には俺が急に相手にだからいや、まあ、わけわからなかったよ。こんなええだったんだ。あ、そういうことね。いや違う、何のどういうつもり。いやだからどういう企画。違う違う違う、いやパイ投げを突然に家に来る友達にしたらどうなるかって、まあドッキリ。あ、なるほどね。を初チャレンジしたわけ。いやそしたら大失敗なのかなこれは。まあちょっと一番良くないかもしれんな、これは。え、それ顔にもやって、いや帽子もあるしさ、マスクもある。ここにしか行かないじゃん。ここに狙うしか無理だった。ここも当たってねえしな。全部、ま、違ってるわ。最悪だなこれ。これはやばいわ。全失敗。うん、まあまあ。うわあ。ドッキリ大成功。どこがや。